不動産投資を学ぶなら楽待ちファーストロジック前回の動画ではブログ限界ニュータウン探訪機を運営する吉川さんに原野商法について解説していただいたほとんど価値のない原野や山林を将来値上がりするなどと偽って購入させる原野商法後編の動画ではそんな原野商法の二次被害について解説していただく原野商法というのは、まあ、最初に述べた 1970年代から80年代に横行した北海道などの無価値な原野を高値で売りつける商売それはもうバブルの崩壊した後はもうその商売そのものには説得力を持たなくなりましたからバブル崩壊して土地の値段がだんだん下がっていく中でこれから北海道の原野が土地の値段上がりますよなんて言ってもさすがにその言葉に惑わされる人はもういなくなっていたので当時のスタイルの原野商法は衰退したんですけれども。 でもその時に買ってしまった土地をそのまま今でも持ち続けている方がいてそういう方を狙った悪徳商法が近年になって非常に問題になるようになりました特にここ数年はその原野商法の二次被害の相談件数国民生活センターへの相談件数がここ数年間でも急増してるんです原野商法の二次被害とは別荘地や山林などの原野を所有している人に 整地や測量をすれば高く売れるなどとありもしない話を持ちかけて新たに契約を結ばせたり手数料を取られるなどの被害のことしかし原野商法の二次被害という言い方に問題があると吉川さんは指摘する原野商法の二次被害という用語には非常に大きな問題があるんです。というのも原野商法というのは先ほども述べたように北海道のそういう無価値の原野や山林を 分譲したもののだというのが一般的な認識なんですですけどこの今言われている原野商法の二次被害というのはその北海道の分譲地を買った人ではなくてリゾート地の土地とかあるいは千葉県の限界ニュータウンの空き地こういうものを買って今でも持ち続けている人もターゲットにされているんです。ですから原野商法の二次被害という言い方をするとその千葉の限界ニュータウンの空き地を持っている人とか 別荘地の区画を持っている人たちその人たちは自分たちが原野商法の被害に遭ったとは思ってないですから人事のように感じてしまうと思うんです実際に千葉のその限界ニュータウンの土地とかその那須高原実際にそこ住んでいる人もいますし現役の住宅地は別荘地として使われてますからその分譲地を原野商法の土地だということはできないんですねでも被害に遭った場合は全てそれは原野商法の二次被害として語られますから このの用語の使い方がまず非常に問題だと僕は思うんですその被害の実態を正確に伝えられなくなっている恐れがあるので原野商法の二次被害というよりももう当時の原野商法とは全く別物の悪質な悪徳商法だと考えてもらった方が正確だと僕は思いますその今むしろ問題になっているのは限界ニュートラのような,ような宅地として分譲されたような場所だということだと思うんですがそこで起きていることっていうのはどういうことなんでしょうか 草刈りの業務を受けて代わりに草を刈ったり管理をしてその持ち主さんの名前を書いた看板を立ててそれでここが管理地ですよって示してその仕事を受ける業者があるんですねそれはまあ別に特にそんなおかしな障害もしてなくて管理費を受けてだ年2回の草刈りで1万数千円から2万円ぐらいだと思いますものすごい維持費がかかるわけでもないんですけれどもでも全く自分が使ってない土地で、ね、払い続けるのは無駄なお金ではありますね いくら地価の安い限界にうたうんといってもやっぱり地目が宅地だと年間数千円から1万円ぐらいの固定資産税はかかりますから、まあ、それも別に都,、ね、都会に比べれば微々たる金額ではありますけれども、まあ、それもあ無駄ですよねですからむしろ北海道の原野なんて当時原野処方で売られたその道もつながってなくて地目も山林のままの,その細切れになった分譲地なんていうのはおそらく固定資産税かかってないと思うんで。 とりあえずほっとといいても実害はないんですよところがこの限界ニュータウンやあと別荘地なんかは管理費もかかってきますからより負担感は強いですね。これなら持ってるだけでお金がかかりますからある意味ではもう所有者の方にとってはより悩ましい存在であるはずなんです。そこをというその持ち主さんの気持ちにつけ込んだのが今の原野処法の二次被害のあれですねもとになってますね。 や商法をめぐるよりもう少し悪質なことをする業者もいるということだと思うんですけどそれはどういった手口なんでしょうか手口としてはまずそういう土地の所有者に対しててなパンフレットを送ってくるんです土地の活用をいたしませんかとかあなたの土地が高く売れますよなんてうたい文句で送ってくるんですけどもこういうパンフレットが送られてくるのは一番最初に分譲書を買った人ではなくて。 後になってから自分でその土地を使うために元々の所有者から買った人のところにも送られてくるケースが多々あるんです例えばこの1件お客様が所有している土地の有効活用促進は〇〇不動産にお任せくださいなんてキャッチコピーで最初にその管理委託費みたいなあと広告宣伝費とか本来は宅建業者であれば禁止されているはずの,その制約前からの手数料を徴収して それで商売を慣れさせてるビジネスモデルなんですですから最初その30万ないし40万とかそのぐらいのそんな高くないというのがまたちょっとより悪質なところなんですけども泣き寝入りしてしまう程度の額の手数料を先に取ってその手数料だけで商売を慣れさせてるところなんですそれもやっぱりその何としてでも自分の土地を売って手放したいそれで少しでもお金になるんだったらちょっとここに 頼っっててみようかってそういう売り主さんの気持ちにつけ込んで売れる話なんでありもしない話を適当にあげて売り込みというか、まあ、チラシ何が送られてきたっていう方も実際いらっしゃってその方とお話もされたことあるあります。はいというかこの今ここに持ってるのは全てこれは知人のもとに送られてきたパンフレットですからでその知人はもう後の時代になって。 その別荘地とか分譲地を買っているのでもともと安く買ってますからそんな高値で売れる話なんてあるわけないってもう分かりきっているのでもうこんなパンフレットが来ても全然見向きもしないんですけれどもその分譲当初に買った人は当時の相場感を今でも引きずったまま持っている方が多いので実際には当時300万円で売られた土地はおそらく今30万円で売れ,れば御の字という時代になっているんですけれども100万円で買う人がいるって言われたらその売り主さんとしては妥協したつもりになっちゃうんですよ。 そうかもう今はもうこんな時代だから昔と違うからあの時は300万円したけど100万円だったらで買う人がいるっていうんだったらそれで売ろうかみたいに考えてしまうんです実際には100万円で買う人なんているわけないんですけれども相場間のどうしても世代のギャップっていうのが70年80年代にと違った人と今の人ではかなり違いがあるので,で相場間の違いにつけ込まれてるっていう面もあると思います。実際ののの価値は壺いいくらぐらぐのものを いいくらぐらぐで売れるもううててこういうその原野商法の二次被害を起こしている業者も一応アリバイ的にこれらも免許を持っている実際は宅建業者ですから業者が属している不動産の協会のホームページには一応売り地の広告が出てるんですでも私もそのそこの広告をざっと見てますけれども大体実勢相場の5倍から10倍の値段つけてますね。ももちろんん買う人ななていいるはずもないです 例えば実際の相場が10万円ぐらいだとしたら、もう50万から100万ぐらいの値付けをして、載せていると一番高いものでは、もう20倍ぐらいの値段ついたりしますから、うん、実際、オーナーさんにそのぐらいの値段で売れる見込みがあるということをこう言っているということなんですかねはいおそらく査定をまずすると思うんですけれども、形だけの、やっぱり持ち主の人とすれば、自分の持っている土地に高い値段をつけてもらった方が、やっぱり喜ぶんですよ。 限界ニュータウンとか限界分譲地の持ち主の方も最初は自分で売ろうと思って地元の業者で話を持ち込むケースが多いんですでも地元の業者はそうを熟知してますから今の実際の相場価格例えば壺1万円以下の査定額を言うとその所有者さんによっては怒り出す人がいるんです昔はそんな値段じゃなかったとかって、まあ、それを言い出してももう全然しょうがないんですけれどもやっぱり当時買った値段が忘れられない人は、うん 今の値段にどうしても納得できないって人もいるのでこういう業者はもうとにかく最初の手数料さえもらえればいいのでそんな所有者の人を怒らすような本当の相場なんて言う必要もないですしそもそもそんな30万円の土地なんて言ったらじゃあその手数料に30万円取ることもできなくなっちゃうんでこの土地は500万円で売れるからじゃあ最初のちょっと30万円ちょっと手数料いただけませんかみたいに言うとやっぱり言いやすくなるのでもう全然非現実的な査定額をつけることがほとんどなんです。 収益物件数ナンバーワン。不動産投資を始めるなら、楽待アプリ楽待で検索。どういうふうにすれば、この被害防げるというふうに思われますか。この手の土地って、買った人が、もう自分の過去の失敗ということで。誰にも言わないで、その持ち主の方がお亡くなりになって。 相続のの段になっっててて初めてその方ががここういうい土地を持てたってことを持たと知るケースが結構あるそうなんですある時急にそういう話が舞い込んできたりすることもあると思うんでなかなか普段から私のようにそんな、ね、あんまり価値のないような分譲地に興味持ってめっている人なんてそんなあんまりいないと思うんでもし急にそういう土地の,とこの話が自分のところに舞い込んできたりしてしまったら、まあ、もちろん相場を調べるというのがまず一番重要なことになると思うんです。 でもまずその前に心構えとして基本的に売れないいいいとと思思った方がいいと思います少なくともこういう空き地だらけの分譲地はもう建物のない土地なんて何の価値もありませんからよっぽど安い値段にしないいと売れななですなぜなら高い値段にしたら、うん、他の土地を探せばいいだけの話で選択肢はいくらでもありますから売るというよりもまず手放すということをその処分を考えられた方がいいと思うんですけれども一口にそういう分譲地といっても 例えば今でも家が建っているような住宅地であればまだワンチャン近所の方が貼ってくれる可能性もあるんですね。で値段も3四4 0坪の土地だったらあれ10万円20万円ぐらいまで値段を下げればまあ今でもあれ買う人は結構いるんですよ。駐車場にしたり畑にししたたたりりり畑小屋を建てたりでも建築許可が下りない分譲地とかのがあったりしてそういうところはもうなかなか どんんなな値段下げても売れないんですね自分の持っている土地が果たして安くすれば手放せるのかそれともどうやっても手放せないのかっていうのをま見極めるのに土地の登記簿とか権利証とかが多分出てくると思うんでやっぱり建物を建てられない土地を買う人はいないので,で相続した人も別にただだ持ってるだけなんですよですからそういうところが売れるかどうかっていうのは多分判断はもうこれできると思うんです。 いやその取引が全然されてない流動性の低いということは価値があまりないということがわかるとそう,いうことですね。はい、まあ、こういうことで見分けをつけることもできますし、もし業者の力を借りるんであればもう地元の業者は鉄則です。その分譲地がある町内の業者を選んでください。こういう土地は価値が低いので町外の業者が取り扱うことっていうのはまずほとんどないと思ってもらって間違いないんですよ。でもその町内の業者の中にはもう一種の、まあ 地元業者としての使命として、まあ、ほとんどお金にはならないんですけれども数は少ないですクがあるんですよそういうところでしたら正確な相場を教えてくれるはずですのでもう地元外の業者なんてもう一切基本的にに相手にしないと地元業者しか事情分かりませんから実際のところそれ個々の分譲地の違いなんてのは町外の業者が見てもなかなか判断つかないんで地域の地元業者問いいわせのまず鉄則ですね。 だから自分の土地の現況をまず正確につかんでで正直なところ固定資産税がもしかかってなかってで,でそこに他に周りに住んでる人もいなかったら良いことだとは言いませんけど現状ほったらかしていもあんんまり問題はないんですよただの山林になっていることがほとんどなのでほったらかしになっているようなところにおいしい話が舞い込んでくるわけありませんからもうどうやっても処分できそうにない土地でしたら基本的にはもう。 無料でもなかなか引き取ってもらえる人はいないと思うんで、まあ、ほっとくというのも一つの手なんですけれどももししまだ少しでも動きのあるようなところだったら他の人安くしなければダメですもうこういうところの土地を探す人はもう値段をまず重視しますから100万を超えてるなんて土地なんてのはもう問い合わせようとも考えないと思うんで場所によってはウニウスさんも手数料を払ったら赤字になるっていうような価格で手放してる方もいるところいますから。 最近はなんかあれインターネット上でなんか0円物件っていうのがちょっと話題になってますけどもそれも私の家のの家近所の分譲地もう何度も出てきてきますさすがに家が建てられるところが0円で出るともう結構引き合いは強いんですけれどもそれ0円でしたらそれはね買う人はいるだろうって思うんですけどもこれが50万円とか言い出したら途端にピタッと多分レスポンス止まると思うんで。 まあそういうふういふにこう土地の価値はかなりこう下がっている状況の中でまあそこの土地をこう投資として買おうという方もいらっしゃると思うんですね、その例えば古い戸建てが建っていてそれを貸し屋にしたいとかそういう視点でその見たときにこう何か注意点といいますかあれればお伺いいしたいんですけれども70年代から80年代の分譲地っておそらくこのエリアで戸建ての物件を探したことがある人ならとにかく分かると思うんですけど一区画が狭いんですよ。 で地元の人がこういう分譲地を買おうとしてないのは1区画が30坪から40坪ぐらいしかなくてちょっと今の時代住宅用地としては広さがあまりに不十分なんで23区画をまとめて買えば広くはなるんですけど持ち主がバラバラなんで話をまとめるのも大変ですし皆さんが安く売ってくれるわけじゃないんですね。特に隣の人が欲しいなんて言い出したら急に値段を上げてくるっていうケースもあるんでもう投資として買うんであればもちろん値段は重要なんですけど。 逆にあんまり安く買おうとするとかえって売り主さんがへそを曲げてしまう危険性もあるってことはもしかするといんますあまりにもそんな何百万も出して買う価値はないと思いますけれども入居者が決まりにくい一番のあれは学校が遠いことですね中心街から遠いエリアは子どもの数が減ってるんで小学校の統廃合がどん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 進んでるんですよ。私の住んでる街でるも去年に 亡くなってしまった小学校がありまして統合して町中にあるもともとの小学校に、まあ、吸収されるという形でもともとあった小学校のエリアは遠いですから今の小学校スクールバスを運行させてそれで子どもたちは通学している状態なんですけれども古い分譲地ってまだそこに小学校が残された頃に開発されてでその後小学校が亡くなってしまったっていうケースもあるので小学校がもう遠くなってしまったいうことがあるんです。ここうういうところは 基本的に好まれないですというのも小学校に通うのはまだスクールバスがあるからいいかもしれないですけども例えば学習塾とかにも通えないですし昔と違ってバスとかもありませんから友達と遊ぶこともできなくなってしまいますし結構一軒家のメインのターゲットでもありますよね子育ての世代のファミリーというのはそういう人たちはもう特定の地域に固まって住みたがる傾向が特に強いです今は。ですから 学区を調べて子供の足で歩いてい40分も50分かかるようなところは相当賃料を下げないと,ちょっとなかなか入居が決まりにくいというのは間違いないと思います。